では、今までこの猫さん見てきました。全部見てきたんですか、ね、全部見てきましたね。飛べ動物園の猫を含め、家の猫、いろんな猫の仲間たちいますけど、トラ、ライオン、ヒョウ、ジャガーは同じ仲間、猫。ピューマ、サーバルキャット、家の猫たち、これは同じ猫たちです。どんな差がありますか？これが種類、属で分けられてます。これの違い、今言った仲間たちの違い、何かな、分かる？これ分かったら結構猫好きの方かもしれない。はい、分かりません？トラやライオンにはあって、サーバルキャットや、家の猫にはない。舌骨っていう舌の骨っていうのがあるかないかなんですよね。で、これがあったら何になるって言われますけど、鳴き方です。ガオかニャンかの違いです。はい。トラやヒョウやライオンっていうのはガオってなります。で、ピューマとかサーバルキャット、家の猫たちはニャンもしくはシャンって鳴きます。はい、そういった